ラブカース TV 川口学です。今日はレクサスの電気自動車 UX300E、 これ昨年ですね、台数限定で130台が発売された1台ですけれども、実は2月から店舗の方では受付がですね始まっていて、限定ではなくてカタログモデルとして販売されるようになったこの1台ということで、ついにレクサスですけれども、市販のですね電気自動車としてはトヨタレクサスとしては初めてですね送り出す1台ということになります。これをですね内外装徹底チェックして実際に試乗してみたいと思います。さあ、これがレクサスの UX300E というモデルでございます。バージョン L ですね今回は。でまず水サイズですけれども、全長は4495mm、 そして全幅は 1840mm、 さらに全高は 1540mm、そしてホイールベースは 2640mm ということで、UX そのものなんですけれども、こうして見ると全く違いがわからないというのが特徴というか、この辺りはあえての他のモデルとですね全く変わらないような、そんな仕立てにしていると。とはいえ、UX 細かく見たことがないので、改めてもう一度チェックしていきたいと思います。もう登場から結構な時間が経ちましたけれども、この UX、コンパクトクラスのレクサスの SUV として非常に人気のあるモデルですけれども、こうして見るとかなり最近のレクサスのデザインにつながるような部分というのが多くありますよね。例えば顔つきですけれども、スピンドルグリルも非常に自然に収まってますし、ヘッドライトなんかは最近IS がマイナーチェンジしてこの顔になったんですけれども、 UX はその以前からこのライトを採用していたので、どっちかというと IS が寄せてきたのかなという感じはありますよね。でこの車本当に通常の UX と全く変わらないんですけれども、唯一と言っていいぐらいサイドの識別点がここにエレクトリックというロゴが入っていることですね。そしてタイ&アルミホイール、このアルミホイールが専用のアルミホイールになるということなんですが、パッと見ではですねほとんどわからないですよね。で装着タイヤはミシュランのプライマシー3で、サイズは225の50の18というサイズになっています。リアもサイズは同じということですね。改めてサイドからこうして UX 見てみると、レクサスらしいデザインを持ったコンパクト SUV かなというところですけれども、ちょっと今見るとラインが結構いっぱい入ってるなという印象は受けますよね。この辺りのフェンダーのラインもそうですし、ボディサイドから駆け上がっていくラインもそうですし、その下にスッと入るライン、この辺りの処理っていうのはちょっと一昔前かなっていう感じは受けますね。そしてリアに回り込んできますと、リアでは一文字のテールランプが特徴的だったわけですけれども、これいち早く UX を採用したわけですが、近づいてみるとこのようにちょっとこうウイング形状になっているのが特徴で、ここでも空力パーツの役割を果たしているという、そんなデザインになっていますね。なのでこうやって引いてみると、非常にこう存在感のあるテールレンズと、そしてリアも見るとやっぱりこうラインが結構入っていて、結構幾何学的な感じの造形を作っているということになりますね。でちなみに電気自動車なので、下回りはこのように非常にすっきりとしていて、マフラーは当然一切なくて、ディフューザーがこのように加わっている造形と、そしてリアのエンブレム、ここですね、ここに UX300E のエンブレムついてますけれども、これが唯一のリアからの識別点ということになります。なのでもうエクステリア的には本当に通常の UX そのままということですね。さあ、こちらがモータールームですけれども、当然エンジンは入ってませんので、このコントロールユニットがあって、その下がモーターという構成になっていますね。このモーター最高出力が203馬力、そして最大トルクは300ニュートンを発生するというものになっています。これで前輪を駆動するわけですね。ちなみにバッテリーの容量は 54.4kWh と結構な数値で積んでいます。なのでリーフの 40kW と 62kW ありますけれども、あれと比べるとちょうど間ぐらいということになりますので、航続距離も WLTC モードで 367km ということになります。で当然トランスミッションないですね。で車両重量は 1800kg ということになります。ではインテリアチェックしたいと思います。インテリアはもう UX そのものということですけれども、改めて見るとやっぱり UX はかなり上質感のある1台だなと、特にこのクラスの SUV と考えるとかなり質感は高いかなと。ドア周りなんかはそれほど高い質感感じるようなものではないですし、こういったあたりはハードなプラが
入っていたりもするんですけれども、まあ、ところどころで食感のいいパッドを備えていたりとか、運転席周りで見るとかなり質は高いものになっています。これはバージョン L ですので、レザーのシートが入っていて、ちゃんとステッチもですね、太い糸で縫われるしっかりとしたステッチが入っていて、サイド側だけグレーのステッチが入ってますね。非常に落ち着いた感じで、さらにこのセンターの部分、パンチングなんですけれども、このように柄が入っていて、まあ、遠目でパッと見るとちょっと洒落た感じの室内になってますよね。じゃあ乗り込んでみたいと思います。はい、で乗り込むと上級モデルと何ら変わらぬ雰囲気が漂っているのが、この辺りのやっぱデザインとしてのコントロールというのは非常に巧みだなということを感じますね。でさらに UX の場合はこの辺りちょっとこういわゆる革しぼではなくて和紙とかそういったものを連想させるようなマテリアルが置かれているのが特徴ですね。そしてここにもステッチが入っています。なのでもう非常にこう上質な世界観というのはもともと持っていたわけですね。それを EV 化したということになります。でパワースイッチはこちらですので、いいですね。こういうクオリティ感は非常に高いです。でメーター立ち上がるとこのようにスピードメーターの中にパワーメーターが入っているタイプということで、左半分がカラーの液晶ですね。こちら側がカラーの液晶で、こちら側の UX300E というロゴが入っているあたりは通常のアナログになっているということですね。なんか電池残量計がアナログだっていうのがちょっと面白いですけどね、はい、で改めて見ますとハンドルは他のモデルと同じデザインになっていて、レクサスの場合はちょっと握りが太めなんですよね。これ手の届かない位置ですけれども、ナビパネルがあって液晶全部をですねナビの画面として使えるという、これあのトヨタの一部車種だとエアコンの画面が消せなかったりすることがありますね。ですがレクサスなどでしっかりと画面を使えるようなものになっています。とはいえまあこの位置なのでタッチでは当然使えないタイプで、このパッドを操作するタイプのユーザーインターフェースなんですけれども、まあ今となってはやっぱり手前にあってタッチできるというのが主流になってきてますから、そういう意味ではちょっと古くなってきてるのかなというところはありますね。ただ見栄えとしてはすごくいい見栄えはしてると思います。そしてエアコンの吹き出し口があって、エアコンの操作スイッチあって、ステアリングヒーター、そしてシートヒーター、シートベンチレーターもありますし、これオートでちゃんと設定できるのが素晴らしいところですよね。そしてその下には置くだけ充電があって、さらにこちらに 12V の電源があって、ドリンクホルダーは横向きなんですけどちょっと斜め向き2つのドリンクホルダーがあって、この辺りヘアラインで非常に美しい感じで、まあピアノブラックにするよりこういうヘアライン仕上げのものの方が汚れも目立たないし高級感あるんじゃないかなと僕は思います。さらにシフトレバーがスイッチなんですけれども、シフトノブをつけて非常にこう上質な感じの室内のシフトノブをつけています。これは他のモデルでも同じように採用しているものですね。この辺りのパネルはですね、金属調なんだけれどもツヤを落としたものになっていて、質感が高いものになっています。そしてこのアームレストの先端の部分にオーディオとかそういったものの操作スイッチがちょっとこう内蔵されているタイプという、非常に面白い機構になっています。ちなみにアームレストは横向きに開けるタイプで、開けると USB が2つとオグジュアリーがあるということになります。で UX はこのクラスですけれども、ちゃんと電動のチリと&テレスコが備わっているのがいいところ。天井かなりの余裕があります。拳1個半以上の余裕があって、ちなみにミラーは通常のフレームありタイプ、そしてバイザーはここにカード入れが備わっていて、開けるとスライド式で、あ、これ豆球かな、ちょっとオレンジっぽい光ですね。ではリアシートをチェックしたいと思います。ではリアシートをチェックしたいと思います。若干狭そうだなという印象はありますね。では乗り込んでみたいと思います。はい、乗り込みますと、まず足元なんですけれども、つま先入るか入らないかぐらいの、ちょっと入るぐらいですね。これシートの高さにもよりますけれども、かなりこの辺りのスペースはミニマムという感じです。168センチの僕がドライビングポジションを取った状態で、拳は2個半ぐらいのレッグスペースということになります。で一方座面ですけれども、座面は長いんですが、この床面と座面の位置関係が低いので、どうしてもこのように膝が上がってしまうんですね。なので座面の長さはあるんですけれども、ここまで足がですね、膝の裏がつかないという、そんな構造なんですね。これだからちょっと残念なところではあります。背もたれも僕の肩とほぼ同じぐらいの高さということになりますし、頭上は拳1個がギリギリ入るか入らないかぐらいのスペースということになるので、ちょっとねこの足回りがやっぱりどうしても狭さ感が出てしまうというところですね。で特に床板と座面の関係、これが非常に悪いので、
座るの厳しいですね、大人だと。なのでもうちょっとサイズあればなってどうしてもこう思っちゃう部分ではあります。ちなみに窓は、はい、一番下まで全部開きますし、まあ、こちらまでウィンドウの長さはあるので閉塞感自体はないですね、という感じのリアシートで、まあこれちょっと惜しい部分かなというところですね。ではラゲッジをチェックしたいと思います。はい、ラゲッジは当然電動のテールゲートになっております。開けると吐き出しの位置がめっちゃ高いです。ご覧になっていただくと分かりますように、私の股よりさらに上のほとんど腰に近いんじゃないかというぐらいの、まあ私足が短いんで余計にそうなるわけですけれども、結構高いですね。なので荷物を乗せるときはここを乗り越えなきゃいけないですし、このぐらい高さが出てますので結構これ高いです。でここが、はい、開けますと充電ケーブルとかそういったものはこちらに入ってますよというトレイになっております。トノカバー外した状態で、まあ、かろうじて届きますので6対4の分割カットをこのように倒すとこう段差ができますけれども、一応フラットにはなるぞということで、倒しても自転車ロードバイクはちょっと入らないぐらいのサイズですね。でちなみにラゲッジはこのサイドに、はい、電気自動車ですから AC が 100V があって1500ワットまで使えますので、いざという時の給電にはここが使えるぞということになるわけですね。はい、というわけで、レクサスの UX300E チェックしてきましたけれども、まあ通常の UX とほとんど変わらないというところですね。というわけで次は試乗に行ってみたいと思います。さあレクサス UX300E 試乗編ですけれども、ついに来ましたね、電気自動車。トヨタレクサス系では、まあ、事実上乗用系のモデルとしては初と言えるモデルということになるわけですね。で昨年12月に130台限定で発売されましたけれども、あっという間に完売して、それは当然ですけれども、で今回はこれはカタログモデルになるということで、もうすでにディーラーでは2月あたりから受け付けているということですので、気になる方はぜひ店舗に問い合わせいただければと思います。今回乗っているこの UX300E バッテリーですね、これ床下に搭載されているわけですね。で強固なフレームを作って床下に電池を敷いて、その電池の容量というのは 54.4kWh と、航続可能距離は WLTC モードで 367km を実現しているということになります。一方でモーターですけれども、最高出力が203馬力、最大トルクは 300N 発生して前輪を駆動する FF レイアウトということになります。電気自動車化によって車両重量 1800kg ということになりますけれども、 300N の力でその1800kg を悠々と前に押し出すだけのゆとりは感じるものになっているということはまずお伝えできますね。でさらに電池を床に敷き詰めたことによって、重心高が 530mm でしたかね、なので走りに関してもいい方向に行くということになるわけです。今実際郊外を走ってますけれども、なんといっても静粛性の高さはかなりのものがありますね。まあ、今回電気自動車化するにあたって当然遮音対策というのは徹底して行われたというところがあるわけですね。遮音材をさらに敷き詰めて、特にレクサスですからレクサスクオリティの静粛性を実現しなきゃいけないというところもあって、フロントガラスにもラミネートのものを採用してと、様々に対策を行っています。というのもこれまで内燃機関が搭載されていた車の場合は、その内燃機関が発生するノイズによって割とロードノイズが打ち消されている部分というのがあったわけですよね。これに対して電動駆動になると、もう完全にモーターだけになりましたから、パワーソースからの音がほとんどなくなるわけですよね。そうすると今までと同じロードノイズだったとしても逆にうるさく感じるものになってしまうということは、よりやはり静粛性を高めなきゃいけないので、むしろ内燃機関の車よりもさらに静粛性を向上させなきゃいけないという、そんなことになってくるわけですよね。それを実際に行っているということになります。さらに走りにおいてもレクサスの味を作り込まなきゃいけないので、ステアリングのレードパースのラックあるんですけれども、そこをさらに剛性をアップして、ハンドルを切った時のしっとりした動き、これを作り込むということもやっています。ですので乗るともう UX から比べると一段こうレベルが上がった、そんなですね感覚が生まれているわけですよね。今実際に走っても本当にこの辺りの質の高さというのはまさにレクサスといえるものになってますね。
とはいえ若干気になるのは、重量増えて重心下がって走りはいい方向に行ってるんですけれども、この足回りのひょこひょこした動きが出てるのが気になるところかなと。このあたりもっとずしっとした感じでベタっとした感じになるのかなと思いきや、意外にそうではないというところがちょっとこれ気になりますね。なので思ったよりもこの路面のですね、荒れた感じを拾っていくんですね。なので重量感あるんですけれども、想像以上にひょこっとした動きが出やすいというところですね。とはいえ力強さが非常にありますね。でパワーインチは特にレスポンスがすごくいいなという感じがします。なのでアクセルに対するこの突きですね、これがすごくいいので、1800キロで300ニュートンだとそれほどトルク太いという感じでもないんですけれども、でもこのレスポンスの良さがあるので踏むとすごい力があるように感じるんですね。じゃあ踏んでみます。このような感じで、まあ、サスペンションのセッティングなんかもあると思いますけれども、かなりスクオートする感じがあって鼻が持ち上がるなという感じが出ますね。それもあってか300ニュートンという数字以上に力強い感覚があるというのが特徴です。これは他にもいろんな EV 乗ってますし、もちろんこれよりトルクが出てる EV 乗ってますけれども、それと比べても力強さを感じるものがあるぞというところですね。それがこの UX300E の特徴と言える部分です。それとやはりステアリングのですね、剛性強化を行っているので、これが効いていて、ハンドルを回した時の感触というのが非常にしっとりしていて、上級クラスを思わせるレベルになっているのも間違いないところですね。だね、やっぱりフォードなんかでトヨタは EV 遅れてるみたいな言い方はいろいろされてきて、まあ実際にプロダクトがなかったのでそこは言われても致し方ない部分っていうのはあったかと思いますけれども、改めて今回レクサスブランドですけれども、いわゆるトヨタ系として乗用車系のきちんとした EV を初めて送り出したわけですけれども、なんか実際に送り出されたものを乗ってみると、今までのこのハイブリッドからの流れというかがもうあるので、なんか全然違和感がないですし、通常初めて作ったらなんかこうちょっと気になる部分とか相当出てきそうなところですけれども、やっぱりもうずっと以前からハイブリッドもやってきましたし、燃料電池もやってきましたし、電動駆動に関してはかなりいろいろなことをやってきたトヨタなので、まあ、今回この UX300E 乗ると、単純にモーターだけにしても全然なんかこう苦労してる感じっていうのはないというか、むしろトヨタが持ってる技術だったらいつでも電気自動車作れるだろうという感じというのは以前からあったわけですけれども、まさにそんな感じで違和感ない仕上がりを持ってる一台だなということを感じますね。なので逆に言うとすごい新しいっていう感じも特にしないわけですよ。なんかこう強烈な新鮮味とかそういう部分というのはあんまり感じなくて、まあ、日産リーフなんかは最初に出た時は電気自動車がなかったので本当にインパクトありましたけれども、ああいうのと比べるとなんかこう特にすごいインパクトがあるのかと聞かれると、まあそれはちょっとそんなないですねみたいなところですよね。例えばパドルで回生も取れるようになっていて、今実際に回生してますけれども、一番強い回生量にすると矢印4つ分の回生力だと、アクセルから足を離すと減速してきますけれども、まあ、リーフの E ペダルなんかほど減速するわけではないので、この辺りは下り坂でエンジンブレーキの代わりに使うような感じの、まあ、回生の取り方をしてますね。なのでリーフの E ペダルみたいなワンペダルで運転できるほどの回生の強さというわけではないですね。いやでも静かさっていう意味では相当静かですね。これはかなり静かなところを実現できていると思います。ただやっぱ気になるのはちょっとこうひょこひょこした動きが残ってるところなんですよね。だから重心も下だし重いはずなので、もっとビタッとしてる感じが出るのかなと思いきや、サスペンションのセッティングがやっぱり柔らかい方にいってるのかもしれないですね。でもその割には段差通過した時にリアの突き上げは結構ドドンとくるので、今ですね、今みたいな感じで段差がきついとドドンっていう感じの強い段差が来るので、この辺りのセッティングはちょっと悩ましい部分があるだろうし、まあ実際に作られている方もこれ相当悩んだ上でのセットだろうなということを感じますね。でもまあ今回のこのレクサスの UX300E というのは、まあいわゆるピュアな EV として
トヨタのグループとして初めて世に通ったものということになるわけで、そういう意味では慎重な部分もちょっとあるのかなというところありますね。というのも、まあ、例えば日産リーフであれば E ペダルを使ってワンペダルでのドライビングができるという新たな体験を提供したりというようなこともやってますけれども、特にそういったですね、変化球みたいなところは使わずに純粋に今までの UX を電気自動車に置き換えましたよというような意味合いの方が強いのかなというところですね。まあ、それがゆえにこれまで内燃機関の車、そしてハイブリッドの車乗ってきた人からすれば、まあ、違和感なく乗り換えることのできる車にはなっているというところですけれども、まあ、最近やはり EV も相当に数多く登場しているので、まあ、インパクトという意味ではやや弱いかなというところはありますね。このあたりは、まあ、悩ましいところではあるかなというふうにも感じます。いや、しかしこれはセッティング難しそうだな。多分これよりもっとビタッとさせると、悪路を通過した時の足のちょっとこう入力が相当入ってきちゃうんでしょうね。今結構やっぱり柔らかめにしてると思うんですけど、それでも入ってくるわけですよ。結構バネ下の動きが、これがね、だからもうちょっと引き締めるとよりビシビシしちゃうのは間違いないところですね。まあ、実際にアクセルを全開にするとかなりこうすくおうとするので、乗り心地の良さっていうところも取ってるでしょうし、でも重心低くなったことによる走りの良さというのも取りたいでしょうから、ってなるとなかなかにこのいいポイントが難しい車なのかなというふうにも感じますね。まあでも 54.4kWh で WLTC モードで 367km という航続距離なんで、まあほぼほぼ近場のお出かけ全く心配ないでしょうね、これだったら。まあ、例えば都内から箱根行って戻って帰ってきてってなると、それも全然行けちゃうんですけれども、あとの充電の時間のこととかを考えると一回茶でも入れておきたいとこかなみたいな感じにはなるとは思いますけれども、とはいえこれだけ容量があれば普段使いでなんかちょっとギリになって困るみたいなシチュエーションというのにも、まあ、出会わないような量だよなっていうところはありますよね。で今回も都内から千葉県の富津の先まで行って、まあ、そこで撮影するために何回も走っていて、で今戻るような状況ですけれども、このような状況でもちろんエアコンとかも全部使ってますけれども、そのような状況でまだ180キロ走れるという残量を見ると、まあ、この辺りは内燃機関の車使ってるのと変わらない感覚で使えるなっていうところはありますね。さあ、では UX で高速どんな印象なのかちょっと見てみたいと思います。一般道では非常にレスポンスが良くて、300ニュートンという数字以上にトルクを感じたこの1台でしたけれども、果たしてどんな感じか。おお、やっぱり相当効きますね、かなり。あ、でも思ったより静か。なんか路面がいいからかもしれないですけれども、一般道走ってる時より静かに感じる。すごい、なんか高速での方が印象がいいです。その静粛性も高いということを感じるものになってますね。これは面白いところ、そうきたかという感じですね。それと一般道ではやっぱりピストンスピード速いところの入力が結構来てたので、それによっての動きというのがありましたけれども、高速に入ってピストンスピード遅い領域の入力が多くなってきますけれども、こうなってくるとしっとりとした感じの乗り味も生まれてきてるなというところを感じますね。なので、まあ、高速で乗った方がよりレクサスらしい上質さというものが感じられると。なんかこう初めてやっぱり乗用車として送り出したトヨタグループとして送り出した EV なんですけれども、乗るともうそれはトヨタレクサスのハイブリッドの EV ボタンを押した時に EV 走行するわけですけれども、なんかこうあの延長みたいな感じで、なんか特にこうおーっていうようなところがあるわけじゃないというのが、まあ本音の部分ですね。という感じで乗ってきましたけれども、まあ、あの仕上がりとしては本当になんか普通に作ってるなっていう感じがしますし、最初の車ですけれども、今まで作ってきたハイブリッドとかそういうものと何ら変わらぬクオリティでピシッと揃えてるなっていう感じがあるので、ここはすごいとこだなというふうに思います。ただしこのお車、車両価格635万円となります。
補助金とかそういったものもいろいろ合わせるともう少し安くなるとは思いますけれども、やっぱり EV としては高いというのは間違いないですよね。まあ、そこにレクサス代というのが入っていると思うのですが、果たしてこのあたりどのように判断するかというのはなかなかに悩ましい部分ではあります。というわけで今回はレクサスの UX300E 試乗してきました。最後までご覧いただきどうもありがとうございます。チャンネルを登録いただければあなたの好きな愛車が見つかるかもしれません。そしてラブカーズ TV で取り上げてほしい車企画ございましたらコメント欄にリクエストいただければと思います。それではまた別の車でお会いしましょう。ラブカーズ TV 川口学でした。